12時5分、下山開始です。かなり急な勾配をジグザグに下ります。少し霧がかかっていますが、景色はすごくいいです。ただ、これだけ急な坂を下ると、つま先に負担がかかり、足が痛くなっています。少しから小山に登っているとき、下山時に再度この道を通りたくないと思っていました。急な勾配はどちらも変わりませんが、こちらの方が歩きやすいかもしれません。霧がかかって何も見えないと苦痛でしかないですね。してそれなりに体は鍛えているのに、どうしても足が痛くなります。登山ではどちらかというと高齢者をよく見かけます。みんな平気なんだろうか。ここには多くの雪が残っています。ここはすごく歩きやすく、景色もいいです。ここならずっと歩いていたいですね。しました。ここから雷鳥沢に向かって下ります。5分ほど休憩して下山再開です。ちなみに先ほどの分岐をまっすぐ進むと真砂岳別山剣御前に行きます。しばらくは横に緩やかに下ります。見えるとすごく気持ちのいい下山道です。しばらくすると急な勾配になります。この辺りから足が痛く、休みながらの下山です。景色はすごくいいです。私は足が痛くゆっくりでしか進めませんが、次々抜かれていきます。もちろん同様に足をいたわりながらゆっくり歩いている人も数人います。
なぜみんな大丈夫なのか不思議でした。なんか特別なトレーニング方法でもあるのだろうかと悩みながらの下山でした。この時は足の疲れとつま先が痛いだけでした。この2週間後に別の山に登ったのですが、その時は悲惨でした。両足をつった状態で登り下山しました。普通の人の 1.5 倍から2倍の時間がかかりました。実はこれって体力の問題ではなかったのです。山の歩き方に問題があったのです。開けた場所があり、ここで5分ほど休憩しました。先ほどの話の続きです。この動画編集している数日前に2日続けてこの下山道を下りました。その時あることを実践すると、この下山道も休むことなく下ることができています。多少の違和感はあったものの、ほぼ筋肉痛もなかったです。その方法はその時の登山動画で説明します。河原まで降りてきました。でもここからキャンプ場までも距離が長いです。ちなみにここまで1時間10分かかっています。平坦で歩きやすいのですが、疲れた足にはここでも辛いです。すごくいいです。水が澄んでいます。辛いです。14時10分来庁沢キャンプ場に到着。正面の管理棟にトイレがありますが、チップ製です。
平日ということもあり、テントは少なめです。ついに最後の難関がやってきました。ここから雷鳥荘まで階段になります。これがかなり長いです。足が痛く、4、5段登っては休憩の繰り返しです。スペースがあったので10分くらい休みました。ここからは地獄谷がよく見えます。あと残り少しです。今回の登山全体を通してこの場所が一番辛かったと思います。この階段を一段一段登りながら、もう二度と登山はしたくないといつものように思っていました。まさかこの1ヶ月後にこの階段を普通に登れるようになれるなんて、この時は想像もしてなかったです。登山はかなりきついですが、登らなければあの綺麗な景色は見られないのですよね。なのでどんなに辛くても下山してしばらくするとまた登りたくなります。14時30分雷鳥荘到着。でも本日の宿泊場所は御栗ヶ池温泉なので、ここから25分くらい歩きました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。